ずはこちらのデータをご覧ください。実はこれこれなんです。なんだ、ちょっと食べてみよう。パキ、嘘でしょ。なんでびっくりしたかっていうと、だってこのカリカリのやつ、これ魚肉ソーセージなんですよ。嘘でしょ。このむにゅむにゅっとした魚肉ソーセージが、これチップスになるんです。ソーセージです。いただきます。子供の頃はおやつ、今はおつまみ、最高だよね。見て、こんなにいろいろあるんです。今ということで、今日の特集は魚肉ソーセージ、通称魚にそ。冒頭でご覧いただいたこちらのデータ、実は全国魚肉ソーセージ購入金額ランキング、なんと福島県全国第2位なんです。皆さん食べてますね。改めまして、魚肉ソーセージとは魚のすり身に油脂や香辛料、調味料などを加えた加工食品。最近ではこんなにいろんなソーセージが販売されているんです。で、実は近頃この魚肉ソーセージ何かと注目をされているらしいということで、今日の特集はこちら。なぜ今魚肉ソーセージが人気なのか、そしてなぜ福島県が全国2位なのか検証しました。まずは身の回りにどの程度魚にそが売っているのか、県内大手スーパーヨークベニマルを調査。担当者曰く、店舗にもよりますが常時3から4メーカーの魚にそを販売。でも特徴的だったのは、ご覧ください、この売り場。失礼ながら伺いました。テレビの取材なのでこんなてんこ盛りなんですか。すると、いえいえ、最近は特売が多く常時こんな感じですとのこと。では疑問その1、本当に注目されてます。確かに。そうですね、魚肉ソーセージの方は年々売り上げが上がっている実感がございます。最近の災害の備えということがありまして、フィルムも剥がしてすぐ食べれるということもありまして、需要が高まっていると感じております。なるほど。では同じ質問をメーカーにもぶつけてみました。最近ですと、お魚のタンパク質が手軽に取れますよということや、弊社ですと常温で長期保存ができるということを評価いただくことが非常に多くなりまして、特に常温保存可能な点でというところですと、2020年頃からコロナ禍での巣ごもり需要というものがあったと思うんですけども、そちらで今や魚肉ソーセージを家庭で今まで以上に使用する機会が増えているのかなというのは、弊社の販売状況から見てもちょっと感じているところです。その他、人気注目されている理由は低価格、そしてタンパク質が取れる、さらにお話にも出てきましたが、調理せずフィルムを剥がしてすぐ食べられる、しかも簡単にフィルムが剥がせるものも増えている。その他、商品ラインナップも昔とは違って大充実。例えばこれ、マルゼンの別鮮素材ソーセージゴールド、タラの魚肉に加えてマグロの旨味を加えたプレミアム感のある一品です。食べてみたい。食べてます。早っ。あ、舌触りがすっごく滑らかです。そしてプリプリ感が増してますね。甘みが濃い。そしてマルハニチロからはこちら、高級魚ノドグロからイワシまで特定の魚を使った商品がラインナップ。とりあえずイワシをいただいてみます。どんな味なんだろう。すごいね、イワシだ。イワシを感じる。イワシが先頭を切って走ってきますよ。走ってこないか、泳いでくる。すごいですね今って。その他、魚にそが人気、注目の理由、アレンジしやすい。マルハニチロのウェブサイトでは魚にそを使った多数のレシピを紹介。で、冒頭で紹介したフィッシュソーセージチップスは今大人気のレシピなんです。ちなみに作り方、魚にそを薄くカット、お皿に並べ500ワットで2分程度
レンチン。表面が白く硬くなったら出来上がり。魚肉ソーセージ自体が今結構調子が良くてですね、ここ数ヶ月のところは非常にいい成績で出荷実績出てるかなというふうに感じています。その中でSNS なんかでいろんなレシピを取り上げていただいているっていうのは非常にありがたい話だなというふうに思ってます。その他マルゼンからはこんなおすすめレシピも。うなぎのかば焼きならぬホモソーセージのかば焼き。縦半分に切り、表面に切り込みを入れた魚味噌をお湯で一度火を入れ、水分が飛んだらサラダ油を少々、焼き目がついたらうなぎのかば焼きのタレをかけて、タレが蒸発したら出来上がり。これおいしいです。魚肉ソーセージの元々の塩味にこのかば焼きのタレの甘じょっぱさが合うんですね。これなかなかいいですよ。楽しい。明日は土用の丑の日、どうぞお試しを。その他、町のパン屋さんでも魚味噌を使った惣菜パンが人気です。こちらは福島市飯坂にある手作りパンの渡辺パン。常時3種類の魚味噌を使ったパンがあります。一押しはこれ、焼きソーセージパン。魚味噌とチーズの相性が人気です。以上のようなメリット、扱いやすさから今魚肉ソーセージが注目されているようです。ではここで第2の疑問。福島県が購買ランキング全国2位なのはなぜなぜ。弊社としてはもう発売初期の頃から福島県の営業活動を非常に強化しているってこともありましたので、マルゼンのホモソーセージの味を気に入っていただいた福島県内の小売店さんがですね、今日まで非常に協力いただいて販売していただいてるっていう、ことがあるので、そのまま丸かじりで食べられる手軽さや美味しさ、こういったところが特に福島県民の方々に大変気に入っていただいて、非常にこうリピート購入されているのかなと思うんですね。なので、要は福島県民の方々のお力で魚肉ソーセージがここまで売れているんではないかなと思ってます。そんな言葉をいただけるなんてもうちっとも思ってなかったんですが今福島県での販売に力を入れているというふうにおっしゃっていらっしゃいましたけれども、どうして福島県に目をつけたというと言葉があれですけれども、福島県だったんでしょうか。関東結構大手のメーカーさんが売っているってところもありまして、我々はその大手のメーカーさんではなかなかこう手の届かないようなところに対してしっかり、要は魚肉ソーセージってものを届けていきましょうっていうことで、発売当初から福島県の方は非常に力を入れていたと伺ってますね。そうですか、ありがとうございます。福島にも届けてくださって、この質問マルハニチロにも聞いてみました。栃木県のですね、宇都宮の方で弊社もソーセージの方を生産しておりまして。そうなんですか。そうですね、そういった意味では非常に近隣の県にはなりますので、昔からやっぱり生産地の近くっていうのは、非常に文化ができる、部分はありますので。実はですね、そのデータで言うと、栃木県が第1位なんですよ。そうですか、嬉しい結果ですね。じゃあ御社の工場があるということが、もしかしたら福島にも身近な食材として馴染みがあったのかもしれないですね。そうですね、もともとはやっぱりお魚とかをですね、夏場こう冷蔵とかがまだ冷蔵庫とかが家庭になかったんですね。はいはい、そういうところでお魚をどう取れるかっていうところからスタートした食品ですので。なるほど。でそういった意味で工場の近隣でですね、手軽に食べていただけるような、形になったのかなということは想像はできます。ということでまとめますと、冷蔵技術がままならなかった昔、内陸地の方々に魚を届けようと魚肉ソーセージが生まれ、メーカーが長野や福島に尽力、その他生産工場の隣県ということも相まって、福島県が全国2位という結果になったようです。最後に魚味噌ファンのコメントをどうぞ。魚肉ソーセージってよく召し上がりますか。はい、あとストック今日も2つ買って、日持ちするから普通のウィンナーとか
ていうよりは必ず使いやすい。焼くし、うん、卵と一緒に炒めるとか、うん、だからあの必ずストックはしてます。今も昔からよく召し上がりました。はい、っていうか私が小学校の時は、あの遠足の時はおにぎりとその母親に持たされたのが魚肉ソーセージ1本だけだったの。魚肉ソーセージはもったいなくて、丸々1本なんて普通食べられない。子供の頃は私にとっては高級品だったから、もうその運動会の時にはそれを持ってって、そしておにぎりは食べるけど、その魚肉ソーセージはうちまでずっと持って帰って、じゃあもういろんな、そして学校からうちまで帰るまでに残すと悪いから、学校について解散って言ったらば、その後に魚肉ソーセージをこうやって食べながらうちまで帰って行って、ただいまって帰って、大事に大事に召し上がってたんですね。で昔はお肉じゃなくて魚肉ソーセージでカレーも作ってたから。あ、そうですか。いや本当に今注目されてるという話ありましたけれども、今に始まったことではないんですね。まあそうですね、福島ではずっとこの魚肉ソーセージが愛されてきた、そんな歴史があるんだなというのは知りませんでした。私は福島で生まれて育ったので魚肉ソーは本当に身近なものなんですけれども、これだけ進化してるんだなということにはびっくりしました。そうですよね、はい、で進化もちろんしてるんですけれども、なんかやっぱり昔から変わらないなんか馴染みの味というのもしっかりと踏襲されているのが、なんか私たちの心を捉えて離さない、そんな人気の秘密なのかなというふうにも思いました。あのたくさんの方にインタビューをさせていただいたんですけれども、皆さんそれぞれの食べ方だったり思い出を持っていらして、やっぱりこう老若男女皆さんに愛されているんだなというのを感じました。どうですか皆さん、食べたくなったでしょう。ぜひお召し上がりください。食べたくなった。チャレンジ、挑戦していく、ハート、心を込めて、ユニーク、独自の目線で県民の皆さんとつながる番組であるために、ごじてれ中。